怖いとかじゃないんだけど、昔不思議というか不可解な体験をした。昔俺を含めて友人と4人で車で夜心霊スポット巡りに行った。車は俺が出し、運転も俺が行った。行く途中でコンビニでジュースとかお菓子を買って遠足気分だった。目的地はバイパスができてからは使われていないハイトンネルで、地元じゃ一部で有名な心霊スポットであり、まあよくありがちで幽霊が出るとかそんな噂があった。ただ気になったのは、聞く人によってその幽霊が女の人だったり子供だったり男だったりと形態が異なっていたことだ。しかし当時俺自身そういうのは信じていなかったので、その時は何も気にしていなかった。で、目的地についてトンネルの中を散策した。トンネルの内部は真っ暗で、懐中電灯で照らすとボロボロの壁の様子などがわかるだけだった。いくらか散策して飽きてきた頃、連れの一人が、うわと声を張り上げ、入り口に向かってダッシュし始めた。残りもビビってそいつにつられダッシュし車に乗り込んだ。何があったのかを聞くと、そいつが言うには、何か黒い人影っぽいのが見えたということだった。本当かよと思いつつ、俺は慌てて車を出した。結局それだけで、そのトンネルで特にはっきりと幽霊だとか何か起きたとかはなかったが、ちょっと怖かったけど、まあいい体験ができたかなと思いながら車を運転していたが、あることに気づいた。連れの3人が皆後部座席に座っていたことだ。お前らなんで誰も助手席に乗らないんだよと聞くと、3人ともは？もともと後ろに座ってたぞと言った。俺はそうだっけと思いながらまた運転に集中した。いくらかして助手席を見ると、ホルダーに飲みかけのペットボトルが入っていることに気づいた。じゃああれは誰のだよと聞くと、3人とも知らない、自分のものではないということだった。もちろん俺のでもない。コンビニのレシートを3人に調べてもらったところ、俺たちは確かにそのジュースを買っていた。でも誰も買った記憶がないという、もちろん俺含めて。じゃあこれは誰のなんだ。皆無言になり、そのまま家に帰った。結局その後は特に俺自身にも連れにも何も異常なことは起きず、平凡に暮らしている。しかし俺はその時のことが気にかかって、たびたびそのことを思い出してはいろいろ考えていた。まずあの心霊スポットだ。今となって感じることだが、あのトンネルに入る前まで4人ではなく5人いたような気がする。気がする？いや、俺たちはいつも5人で。しかしあのトンネルから出た時になぜかわからないが4人になってしまった。確証はないが、そう考えることで俺の中ですっきりする。そしてトンネルの中で連れが見たという黒い影、あれはもしかして。さらにあのトンネルについての噂話も気になる。見る人によって
幽霊の形態が異なる。いや、幽霊とかではない。彼らはもともとこの世に存在してた。思い過ごしと言われればそうかもしれないが、あの不可解な経験について10年近く経った今でもたびたび考えてしまう。